みんな準備できてる？いよいよ本日はラストの準備です。今までの準備だ TV の数々ですよ。いろいろやってきましたね。いろいろやってきたね。こいつが生きてると思わなかったよ。本当に治ったね。よかったよ。本当治ってびっくりしました。分かっても治るもんだね。これとかね。あ、これね。懐かしいね。ダンスね。ここから始まったね。大野先生ね。そっか。お世話になりました。そうだね。みんな覚えたかね。ね、今日はどういった準備をするんですか？はい。これはもう準備というか、もはや我々の願いにも近い回ですね、今日は。そうですね、こう1ヶ月かけて皆さんにいろいろと準備してきていただきました。そしてですね、こうベストな状態で「This is Arashi Live」こちらが楽しめるようになってほしいなと思っております。はい、せっかくね、こう準備ができててもこうネット接続できないとかね、いろいろあるから。そうだね、生配信ライブっていうのはそこに気をつけないといけないもんね。さあ、というわけで最後の準備いきますか。いきましょうか。みんなで言いますよ。はい、せーの、視聴環境の準備だ。せーの、 This is Arashi Live みんなで準備だ TV。 This is Arashi Live いよいよ明日になりました。なりました。明日になったということで、ついに我々も2人揃って白衣を着る日が来てまいりました。2人揃ってダブルティーチャーです。よろしくお願いします。まさかね、初代と2代目がここで共演するとは思わなかったでしょう。大サービスですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ただですよ、それだけもう今日の準備というのは重要だということです。そうですね。アラフェスを視聴くださった皆様もぜひ今日のしっかり見ていただきたいというふうに思っております。はい。念には念を入れて視聴環境の最終チェックを行いたいと思います。チェック項目は全部で6つありますからね。いい声。さあ、それでは早速参りたいと思います。一つ目はこちらです。はい。自分のインターネット環境をチェック。さあ、アラフェスの配信の時も皆さんにお願いしましたけれども、オンライン配信は大量のデータ通信が必要になりますので、高速で安定したインターネット環境が大事になってくるわけです。めちゃくちゃ早いけどな。つまりですね、固定回線に接続された有線 LAN またはですね Wi-Fi 環境で見ることを推奨させていただいています。現在契約しているプランによってはですね、通信量に制限がある場合もあると思いますので、配信までに自分で、インターネット環境をチェックしておくことが大事でございます。なるほど、これやっぱりより良いインターネット環境で見るとやっぱ快適に見れるってことなんですか？そうですね。まあそういう状態で見てほしいよね。はい、質問です。ゆうや君どうぞ。今回ってフレンズ参戦機能とかミーツチャンスとかいろいろあるじゃないですか。できればそれぞれの推奨環境教えてもらいたいです。いい質問ですね、ゆうやくん。その通りです。こちらでございます。通常配信、フレンズ参戦機能、ミーツチャンスの推奨環境もチェック。すなわち全て違います。そうなんです。でもさ、嵐のコンサートじゃん。でも違うんだ。違うんです。すごいね。通常配信はですね、ジャニーズ Z オンラインを、そしてフレンズ参戦機能、そしてミーツチャンスは This is Arashi Live 特設サイト、こちらをチェックしてください。やっぱりね、こうフレンズ参戦機能とミーツチャンスは僕たちにとってもチャレンジじゃないですか。まあ確かにそう。なのでこの視聴方法はですね、念入りにこう環境チェックをしていてほしいなと、その上で当日楽しんでいただけたらと思います。なるほど。さあ、続いては当日にしてほしいチェックです。皆さんちゃんとついてこられてますか？ここまで。もちろんです。はい。ギリギリっぽいですね。頑張ってください。まだありますか？まだ2つ目ですからね。3つ目いきますよ。お願いします。さあ、当日チェックしてほしいのはこちらでございます。ライブ当日も視聴環境をチェック。環境チェックだらけでもう当日もね。当日もやるんですか？いやでもこれ大切なんですよ。当日これ。大晦日ですよ。はい。12月31日なんですよね。そうですよ。分かってますか？はい。31日なの知ってますけど。知ってますよね。でもだってそんなもうずっとチェックしてんだから。どういう日なのか松本先生言ってやってください。12月31日、つまり大晦日です。はい。大晦日っていうのはね、ものすごく通信環境が混雑すんだよ。怖いですよ。この件に関しては怖いですよ。想像がつかないんだよ、私たちも。僕らね、それこそ生配信やらせてもらうのも初めてですし、12月31日に生でやるっていうのも初めてですから、どういうことが起こるのかがまあ正直想像つかない部分があるんですよ。なるほどね。制限できないもんね。そうなんですよね。なので皆さんにやっぱいい環境で見ていただくためには当日もやっぱ環境をチェックしていただきたい。一発勝負だもんね。大事なことなんです。ちなみにですね、インターネット回線をですね、家族で複数使用している場合などあると思います。同じ時間帯で一つの回線を複数の人で使うと回線速度が遅くなってしまう場合があるので、なので家の中で使っていない端末などはですね、 Wi-Fi をなるべくオフにして使うというのがおすすめです。結構重要なポイントだね。今回だから視聴方法が3つあるし、通信環境は時間帯によっても変わるから当日のチェックが大事っていうこと。そういうことです。ありがとうございますよ。嬉しい先生。やっぱほらアラフェスもそうだったけどさ、巻き戻しとか早送りとかもできないからね、あらかじめ準備してると生配信だもんね。ですので当日視聴環境チェックを済ませて公演時間前に余裕を持ってアクセスしてください。余裕を持ってね。余裕を持ってね。当日のさチェックといえばさ、大事なチェック一つあるよね。な、何？お、大野くん、わかりますか？言いましょう。え？出たね。充電のチェック充電のチェック素晴らしい。確かによく充電してるもんな。充電にはうるさいっすもんね。充電にはうるさい。芸能界で一番充電してるんだから充電しないとそもそも見れませんからね。おっしゃる通りなんです。これスマホ、タブレット一緒にする場合はですね、十分な充電があるか必ずチェックしていただきたいということです。こちらですね。その4、スマホやタブレットの充電もチェックということですね。いや先生嬉しい。うん、はい、ありがとうございます。終わったらこの白衣あげるからね。あ、ありがとうございます。嬉しくなるそうなんで。いらないでしょ。それでは次はライブ視聴中に行うチェックを覚えておいてほしいと思います。ライブ中に想像したくないですよ。想像したくないけれども、あらかじめ対応してないと、もしものことが起こった時に、もしものことが起こった時に対応できませんから。ね、もしも、はい、もしも自分が止まっちゃったら、もしも自分が途切れたら、止まっちゃったら、想像して、いやもう想像するだけで、想像してどう？止まっちゃった、想像して、いやー、すごく嫌だ。そんな時はこちらです。もしもの時は方針ボタンをチェック。ありがとうございます。これは嬉しい。慌てず焦らず、まずはブラウザの更新ボタンを押してページを再読み込みしていただきたいと思います。ただしボタンの押しすぎにはご注意。最後も注意とご注意になっちゃったから。さっきあんなあったのに焦っちゃいません？だからボタン連打することによってかえって読み込みが遅くなる場合がありますから。そうなんだ。そうなんです。そして通常配信で見ている人は動画プレイヤー付近にある青いボタンを押してみてください。青いボタンです。しかしボタンの押しすぎにはご注意。めちゃくちゃ焦らすやん。ここまでやってみてですね、状況が良くならない場合、そんな場合は視聴している端末を再起動、もしくは別の端末での再生も試してみてください。またはですね、他のアプリやブラウザを開いている場合はそれらを閉じてから再生してみてください。最後にフレンズ3世の皆さんには困った時のためにさらにお知らせしておきたいことがあるので、こちらもチェックください。ドン。フレンズ3世のポイントをチェック。もしかしたらフレンズ参戦をしている時にですね、グループの間でこう配信の映像にズレが生じてしまうことがあるかもしれません。あるね。それはちょっときついね。それぞれ家で見てるからね。そうなんです。それぞれ違うところで見てますからね。そんな時は焦らず慌てずズレ解消ボタンを押してみてください。さらにお友達の声が途切れたり話しづらかったりライブの映像がブツブツ切れてしまうようだったら集中モードに切り替えをお願いします。それでも何をやってもダメだという場合もあるかもしれません。そういう時はですね、通信環境が不安定になっている可能性が高いので、ぜひ通常配信でライブを楽しんでいただけたらと思います。集中でそこでは見れる。とにかく焦らないってことが大事ってことだね。そうですね。だからチェックの項目が多くなっちゃったけど、やっぱり備えあれば憂いなしってことだ。そうですね。やっぱね、こう新しい機能で使ってね楽しんでいただくというのが目指してますが、まあ何より本当にその12月31日何が起こるかわからないので、まずは何よりライブを楽しむ。通常でもライブは楽しめますから、なので確実にライブを楽しんでいただきたいと思います。だからこそ皆さん通信環境のチェックはどうぞお願いしますね。お願いします。チェックすることいっぱいあるから確かにできるのかな。え、この説明聞いたらね、できるでしょ。ね、頑張ってみる。頑張ってみましょう。お願いします。みんなでこれ楽しい時間を過ごすためにね、必要な準備ですから。やりましょう、やりましょう。ということで、まとめると、こちらですね。まずはその1、自分のインターネット環境をチェック。その2、通常配信、フレンズ参戦機能、リーツチャンスの推奨環境もチェック。その3、ライブ当日も視聴環境をもう一度チェック。続いて4、スマホやタブレットの充電もチェックすること大事ですよ。で5、もしもの時は更新ボタンをチェック。焦らないでね。押しすぎ注意ですよ。焦らないね。押しすぎ注意です。そしてフレンズ参戦のポイントをチェック。これ先ほどのね言ってたやつですね。はい。で、俺ちょっと。準備はいいかい。行こうぜ。自分のインターネット環境をチェック。通常配信、フレンズ参戦機能、ミスチャンスの推奨環境は異なるから要チェック。使っていない端末の Wi-Fi はオン。当日は時間に余裕を持ってアクセス。ライブ中に映像が止まっても焦らない。最後にこれいっちゃうよ。スマホやタブレットの充電もチェック。また一緒にチェックしようぜ。またチェックしようぜ。ありがとう。アンコールアンコールアンコール。ではでは、このシールを貼るのも今日が最後ですね。コンプリートです。誰が貼ります最後。いや、やっぱみんなで貼ろう。ここはそうだね。最後だから。そうだね。そうしよう。じゃあみんなで貼りましょう。やろう。でれーのいいよー。コンプリート。いやー、なんかあっという間だね。うまいね。そうでしたね。うん。ライブ準備したね。そうだね。いよいよ明日がライブ本番となります。明日に向けて皆さんに何か一言ずつお願いします。じゃあ櫻井さんから。やっぱりこの準備で TV ね、全部ご覧になって皆さん本当にちょっとなんていうのかな。我々にとって新しい挑戦の詰まったコンサートなので、これを準備しながら一緒に楽しんでもらえたらと思います。明日また会いましょう。ですね、まあ本当にこんだけ準備したので、あとはもう本当楽しむだけだと思いますので、ぜひとも楽しんでいただきたいですし、何よりもね我々と、最後一緒にお付き合いしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、やっぱりこう準備しながらこうテンションを上げてきてくださってたと思いますし、僕らももう準備万端なんで、明日全力でみんなでいいライブをしましょう。うっす。松本さん。今回は新たな試みとしてですね、こんなにたくさんのチャレンジを、皆さんと一緒にできてとても嬉しく思ってます。また参戦するものとかね、準備していただくもの、たくさんの方が参加してくださって本当にありがとうございます。改めて皆さんが協力していただいたものがですね、明日ライブ会場で皆さんに届くと思うんで、ぜひそれを楽しみながら、ライブを一緒に作って、そして一緒に楽しんでいけたらと思ってます。じゃあ明日会いましょう。明日をシンプルシンプルめっちゃシンプル。いやでもね、やったことないことをね、みんなでやるっていうことだからね。そうだね。何かあるかもわかんないけども、まあ楽しんでできたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。それで皆さん、明日のライブでお会いしましょう。以上、嵐でした。また明日。This is 嵐ライブ、みんなで準備だ TV。 さあ、いよいよ明日は This is 嵐ライブだ。一緒に楽しもう。